はい、ございます。ゆうきです、今日なんですけどね、8月24日水曜日朝8時半ぐらいですかね。急遽ね、今日ショートホールに来てます。あえてね、今日は一般目線でね、ショートコースのね、内容をお届けできればなと思ってます。ひょっとしたらね、この動画もね、初めてショートコースに出られる方がいるかもしれんのでね、その方にがね、ちょっとでも参考になればなと思ってね、急遽動画を回しました。それではね、早速コース紹介をしながらね、回っていきたいと思いますのでね、じゃあスタートしたいと思います。よし、じゃあね、早速スタートしたいと思います。一応ね、挨拶にしたんです、言い忘れたんですけど、ショートコースは基本格好は結構ラフな格好でいいんですよ。なんでね、そんなガチガチな格好じゃなくてもいいと思うんですけど、まあ初めて行くとこはね、ゴルフクラブさんに連絡してもらって、一応格好はね、確認してもらった方がいいかなとは思います。で、ボールもね、そんな新品なボールじゃなくても、僕はね、ロストボールを使ってるんですね、こういうとこは。まあ中古ボールって簡単にはいいのかな、はい。まあこんな感じですね。ほんでこれ1番ホール、これですね。まあショットはね、まあところどころ映しますんで、まあ早速ね、紹介しながら行きたいと思います。はい、お疲れ様です。さっきの1番ホールはね、パーでした。はい。で今ね、2番ホールに向かってます。だんだんね、どんどんコースもね、開けてくるんで、まあそれもね、見るのも楽しいかなと思います。えらで次ね、これが2番ホールですね。まあショートなんで、今日はバックティーからね、これ打ってますんで、2番ホールはまあこっからこんな感じにねなってます。ではね、早速打ってみたいと思います。よし、ちょっとね、ショットでも撮ってみようかな。2番ホールですね。準備運動も何もしてないんですよ。バンカー手前ですね。よいしょ、よいしょ。でこれを持ってこうか。よいしょ、よいしょ。でこれをクラブを入れて、さあ行きます。やっぱね、あんまりもうショートはね、やっぱこんくなりますね、さすが。ここのショートコースも、7ヶ月ぶりに来たんですよ。でもね、なんか、久しぶりに来ると、なんかやっぱり気分が違いますね、こういう、いざコースに出ると。いい日も悪い日もゴルフは、あるけど、やっぱりショットを打った時がスカッとして快感で、あれか、やめれんのかな、どうなんだろう。でも実際こうやって本当 YouTube やり始めて、こうやって今ゴルフの撮影してるじゃないですか。ずっと全然ね、もうなんだろう、ゴルフがもとも下手なんだけど、さらに下手になっていくんですよ。まあまあ、でもね、これも自分が選んだ道なんで、まあ仕方ないですね。はい。じゃあね、次、2段目。ここですね。よし。3度でね、ロブショット級に打ってみたいと思います、今日は。
完璧。ナイスオンです。今日はなんか打てる日ですね。はい。はい。ナイスオンですね。まあ、1ホールパーって言いましたけど、ひょっとしたらね、このホールもパーでいけるかもしれんですね。見てくれました?今の。ほら、2オンですよ、2オン。ショートも、なんだかんだ、意外と回ると難しいですからね。これ、これ2オンです。じゃあね、早速、垂れ流しにね、したいと思います。ブレたらすいませんね、一人でやってるんで。じゃあ行ってみます。パートライです。ボギーですね。はい。今日はね、なんか調子がいいです。頑張りますね。はい、次は3番ホールに来ました。あそこから、グリーンはここになります。ってな感じでね、早速打ってみたいと思います。